鈴ゆうチャンネル。こんにちは、世界史講師の鈴木祐介です。今回はですね、現役アイドルの水木遥さんにお越しいただきました。巻き巻きです。はい、さあということでね、いやーこれね、いつもね、冒頭にね、鈴ゆうチャンネルっていうので入れて、はい、で結構鈴ゆうチャンネル見てる方には多分ね、馴染みのある顔じゃないかと思うんですけどね。はい、質問が来てるんですよ。ついにですね、僕にじゃなくて春巻さんにね、質問みたいなあ、誰ですかみたいなね、来てるんで、ちょっと読みますね。はい、いつも鈴ゆうチャンネルの更新を楽しみにしています。いつも動画の冒頭に出てくる可愛らしい女の子は鈴木先生の教え子ですか、大学で歴史でも学ばれているんでしょうか、ということですね。はい、はい、よかったね、ファンがついたね。学んでおりません。学んでおりませんね。はい、であとね、教え子じゃないですね。はい、全く去年会ったばっかだもんね。そうですね、まだ会って1年も経ってないね。全然経ってない。そう、収録自体も3回目とか。そうですね、はい、そう、歴史は僕やってないもんね。はい、で世界史は勉強してたことは高校時代にあるぐらいあるかと思います、ね。あれだっけ、去年平成平成に、はい、いました。でそれはもう今やめて、新しいオーディションとかね、はい、今なんかなんだっけ、なんてアイドルだっけ。今は吸血鬼アイドル。吸血鬼アイドル、また来ましたね、いろいろね、新しいね、はい、なんか切り口がね、そのファンの血吸っちゃうぞみたいなやつ、はい、あ、そうですか、それいいです。吸血会みたいな、ね、でもそれさ、献血となんかコラボできそうだよね。そうですね、ラウンドワンとコラボしてましたけど。本当、え、してたってことはもうすでにある。あります。あって、あ、それなんや、新メンバー。違います、ラウンドワンとコラボするよっていう手で、あ、そうなのね、はい、あ、そうなんだ、へー。で、今審査の最中で、そうです。で、今第何次審査まで行ってるの。3で最終です。最終まで残ってんだ、はい、これでも相当来るんですよ、応募者。そうですね、たくさん来る、ね、数千人とかレベル。そうですね、1000人は超えてる。あ、そう、へー。で、最終審査残って入れたらいいけどね。やっぱりでもほら、コロナの影響でさ、いろいろ大変でしょ。そうなんですよ、全然進まなくて。審査自体が進まない。はい、で、キャッチコピーどうなってるんですか。昔はさ、脳内系のやつ、はい、今も変わんないの。今変わんないですね。変わんない、やってみてやってて、はい、脳内ハイジャック系自由人を名乗っております、春巻こと水木遥です。あ、来るか、これ入った、これ入った、はい、これ新しいね。新しい。あ、なるほど、脳内ハイジャック系。なんか特技とかあるの。特技はイラストです。イラストがうまい。はい、そういえばそうだよね。なんか平先生とか森田先生イラストが描いてる。はい、描きました。あ、イラストは何、いくつから描いてるの。ですね、2013とか、2013年とか。結構そんなあれだね、最近っちゃ最近、ね、そうですね、そこから本格的に描き始めたのは2013年くらい、なんか練習とかしてるの。あ、しますよ。てか、描きたい絵を、私の場合は数ヶ月に1回描いたりとかして。あ、そうなんだ。あと全身の絵を描く練習をします。はいはい、ここから上だけとかごまかして描く人結構いると思うんですけど、私は全身をしっかり描いて、どこでももうごまかさなくていいように練習してました。しかもなんかいわゆるそのデフォルメ的な感じがうまいなっていうか。あ、そうですね、デフォルメも。そうだから、なんていうのかな、今仮面ライダーでいうと仮面ライダー SD みたいな感じ。ガンダムの絵、ああいう感じで、なんかいい感じにこうデフォルメされてる、鳥山明の絵みたいなね、そんな雰囲気かなっていうね。僕もね、絵はね、はい、描けない、全然下手くそなんだけど、はい、唯一仮面ライダーだけはね、うまく描ける。あ、そうなんですか。ちょっとね、ここで、ね、仮面ライダー勝負しようと。あ、はい、仮面ライダー描くから、はい、仮面ライダーイメージでいいから、頭の中にあるそのイメージで、ちょっと今ね、即興で描いてみて、こんな感じじゃないかなみたいな。はい、わかりました。ちょっとじゃあ、この仮面裏でいいから、ちょっと仮面ライダー描いてみて。はい、全然。でもどうなんだ。仮面ライダー、あ、これ普通にバッタですね。お、バッタだよね。バッタですね。バッタだよね。バッタをモチーフにしたライダー1号とかね、はい、ありますよね。じゃあこの下に。どう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 。あ、本当ですね。どう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 。あ、上手です。こっち春巻き、はい、春巻き、鈴木、こんな感じですね。これがね、唯一僕の描ける絵なんですよね、仮面ライダー1号ね。もう中学の時にこれひたすら描いてて、春巻きさんね、これね、何に似てるかってね、1号というよりはね、これ V3 だよね。仮面ライダー V3 ね。仮面ライダー V3 はモデルが何か知ってる。1号は昆虫の、まあ、バッタ、はい、V3 はトンボなのよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、トンボっぽい、この感じ、この縁のところがちょっとトンボっぽいかなってね。なるほど、後ろね、今度は先生がね、なんかのポーズね、なんかのポーズを撮ってますね。はい、さあ、
そうそうだ、他にあるなんか特技。特技モノマネ。モノマネ。はい。え、モノマネ、これ初めて聞いた。本当ですか。何のモノマネできるの。夜間が湧く音とか。モノケ、夜間、やってみて。これ聞こえるかな。こっちだよね、それが。はい、夜間が湧く音。ここ、他なんかある。あとはドアが開く音、あの古いドア、古いドアが開く音。あ、でも、はい、古いドア。あ、それ呪音じゃないの。それ呪音だよね。完全それだよね。怖い系になっちゃう。アイドルモノマネの一つや二つね、はい、できないとね、趣味かな、はい、趣味ですね。趣味は何ですか。アニメアイドル鑑賞、うん、アニメアイドル鑑賞。アニメは最近何がおすすめなの。最近ですか、うん、なんだろう、最近何見てたっけ、うん、最近のアニメ隠し事とかですかね、うん、隠し事、全然知らないけど、はい、なんか、ああそうなんだ、最近の見るんだね。そうですね、見ます結構。俺もほんととにかくね、はい、ドラえもんばっか見てるね。ドラえもんの映画ね。あ、うん、そうそうそう、うん、なるほど、そう、感動しますよ。感動する感動、うん、昔のドラえもんの映画とか見る。何回か見たことあると思う。あのね、最近おすすめがね、ドラビアンナイトだね。ああ、ドラビアンナイトの主題歌がいいのよ、武田鉄矢の。あ、そうなんですか、うん、あれはもうね、ちょっと今度ツイッターに書きます。はい、歌詞が非常に素晴らしいですね。そう、目標とかってあるの。目標って、目標はとりあえずオーディションに受かりたい、うん、オーディションに受かりたい、吸血鬼になりたいと、吸血鬼になりたい、ね、ファンの血吸いたいと。あ、そうですね、吸いたい、なるほどね。血吸いたろか、血吸いたろか、血吸いたろか。じゃあ、そのまず受かるっていうんだよね。告知とかしといたらいいんだよ。あれってどうだろう、最終審査とかがありましたと、はい、でそこでなんかさ、はい、リツイート数とかさ、いいね。ああ、そうですね。そういうのってあるでしょ。はい、あります、ね、あります。概要欄にじゃあそのリンク貼っときましょう。ありがとう、ツイッターのリンクを。ツイッターのね、はい、うん。じゃあちょっとそのなんか告知内容。はい、オーディションの、拡散するツイ、拡散してほしいツイートをしたときに、ぜひ皆さんリツイートよろしくお願いします。はい、リツイートしてあげてください。はい。はい、あとは何だっけ、そう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 、今配信とかやってるんだっけ。配信やってます。個人的な配信もやってるんだよね。はい、個人的な配信今やってるのが、YouTube じゃないんだよね。違います、うん、ポコチャっていう配信アプリで配信してます。もうショールームやらないの。ショールームはあれ、昔のグループにいた時のアカウントなんで。あー、そういうことね、はい、使ったらダメかなと思って使ってないです。自分、まあそうか、ポコチャの方がやりやすいんだよ。はい、そうです、ポコチャで。 YouTube はやらないの。YouTube やりたいんですけど、うん、やろうやろうやろう、動画も用意してあるんですけど、ちょっと勇気が出なくて。いや、だってさ、生配信やってるわけでしょ、はい、生配信やってたらさ、そっちの方がハードル高いと思えてちゃうから、ね、いやいや、そんなことないですよ。動画出ない、動画配信何がやるの。ちょっとなんかコメント欄で叩かれたりするのが怖いな。それさ、それ思うんだけど、はい、生配信の方が怖くない、それだって。いや、あ、リアルタイムで生だと来ないの。その来ない、来ないです、ね、逆に、はい、動画だと来るのか、多分分かんないです、動画投稿したことないんで。見なきゃいいじゃん。まあ、そうなんですけど、ね、そうなんですけど。いや、そうか。え、チャンネル名どうするの。どうしましょう。やっぱ春巻きチャンネルだよね。春巻き、なんか普通すぎません。いや、いいんじゃない、生春巻きチャンネルみたいな。ちょっと変わった、ね、うん、あ、それでもやろうよ、それ、ね、はい、じゃあ頑張ってやります、ね、はい。そしたらもう、あの、数字チャンネルとコラボ、ね、あ、そうですね、はい、しましょう。なんかな、なんかフックが欲しいよな、世界史系アイドルみたいな目指してみない。全然詳しくないですよ。世界史、なんか使いたいな、世界史と絡めたいんだな、うん、やっぱり一応スズユチャンネルが世界史系チャンネルだから、うん、そこにこう継続して出てもらうためには、なんか世界史絡めたいなと思って、うんうん、確かに世界史の偉人をイラストで描いてもらうとかね、あ、そういう仕事もあるかなとかね、そうですね、いろいろ考えてますけどね、はい、はい、じゃあちょっととりあえず春巻きチャンネルね、非常に楽しみにしてますので、はい、もしまあできたらまた告知しようかと思いますので、ね、はい、とりあえずまあそのオーディションね、受かんなきゃ、そうですね、そのね、ツイッターとかまあ概要欄貼っときますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、春巻きこと水木遥さんにお越しいただきました。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。今すぐチャンネル登録。